い、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで新しいお願い6件見てこう。マリオさん、新しいお願いが来ました。ファイヤークッパジュニアクラウンで打ちまくれ。どういうこと？難しさ3。ファイヤークッパジュニアクラウンのコースを作ってみたぞ。 Y を長く押してでかい火で硬いブロックを壊せるぞ。何、どういうこと？ Y を長く、土管に入りたいなら R で降りてから入るんだ。降りる？人気デュオの MC。 君多くね、なんかそれではお願いします。ファイヤークッパジュニアクラウン、あ、ん？え？横スクロール、ちょっと待って、強制スクロールや、マジか。うわぁ。うわぁ、怖い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 。なるほど。Y 長押しで。キャー。いやぁ、怖い。なんかあれなんやけど、強制スクロールでの、なんていうの。なんていうの。強制スクロールでのシューティングゲームみたいな感じないけど、怖い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 。これ溶岩とか受けるんかな。いや、あんまり無理は。痛い顔面顔面にトゲ刺さった。何あれ何あれ、下向いても放つのトゲ、やめてよそういうの。いててててて、あ、一応溶岩もいい。いろんな方向に縦横無尽にさ、そうやってトゲ飛ばすのはよろしくないと思うよ。これで、で、R で、あ、そういうことね。よいしょ、ここで止まる。あ、ファイヤー。あれ、マリオ自身、おお、すげえ、そういう感じね。ただ思うんやけどさ、テレサ、攻撃でき。痛い、ちょっともう、せっかくのファイヤーなくなってやる。いてててててて。でもファイヤーなくなったとして、ああ、あそこにあるよ。なくなったとして、まあ撃てるからな。あ、でも一応あれか、早く一応なんか死ぬまでの期間が、うわ、びっくりだ。えい、キャー、誰君、なんていうのあれ、プクプクじゃなくて、プクプクは赤いやつやん。あれ何？あれか、マリオがファイヤーになったらその分ウイ怖い。いこれ何？どうすればいいの？どうやって行くの？降りたらいけるの？あぶね。これは一体どうやって行くんやろ。何もできんかった。特に何もでき、あ、そっか。硬いブロックはこれで壊せるって言うの？壊せないですけど。壊せないんですけど。ここで、痛い。なんだ、どうすればいいんだ？硬いブロックっていうのはこれのことかな？ちょっと待ってね。怖い。これで、痛い。どれが壊せるブロック？ねえねえねえ、あのいけないんですけど、どれが壊せるブロックですかね。大砲がこれで倒せません。あ、もしかして一番下、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あの、ちょっとみんな打つのやめて。これで、え、いけんくね。え、いけんやん。ちょっと待って、どうしたらいいのこれは。待って、どれが壊せるブロックだ？これ何？何もできないの？できないね。待って、とりあえず壊せるブロック、ああ、あれは壊せる。壊せるのか。ということはだ。これが壊せると分かったら、できることがいろいろと。増えてくるような気が。痛い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 。ああ、ちょっと待って、挟まった挟まった挟まった。はい、お、大砲撃ち落とせたやん、マジで。ああ、ちょっと待って、無理かこれ。ああ、ちょっと待って、
あー、無理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 。あれはちょっと無理だ。あ、ちょっと待って、一番上にいる私。待って待って待って。あ、あ、落ちる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 。あー、反対。あー、痛い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 。お、一番上行けた。何回かやったら大砲もいけると思う。二つ目の中間やん。マジか、ゴールじゃねえ。ゴールじゃねえ。羽根付きポイントじゃん。羽も欲しい。はい。お、あれは、ちょっと待って。やめてよ。やめてよ。これ壊してって、ちょっとやめて。非常に、あー、ちょっとやめてって言ってんじゃん。ふざけてんのか、おい。あー、たまらせれない。えい。お、なんか羽一個だけ無事にいったんやけど。ちょ、お待ち。イエーイ。めっちゃ速攻で復活するやん、君。このピヨってる間に、あ、イエーイ。やっぱ黙らせた方がいいね。邪魔だわ。はい、これでよし。ふう、クリア。やったね。ジュニアクラウン、スーパージュニアクラウン、なんかそんな感じの。スーパークッパジュニアクラウン、なんか忘れたけど。今のお願いはこんな感じです。ブランコクレーンで捕まえて。あ、またあのなんかプラ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 なるようなやつ。ふんふん。ブランコクレーンの使い方をいろいろ考えてみたっす。最後までちゃんと取り付けるかどうか試してきてほしいっす。ブランコクレーンは近づくと掴んでるものを離すっすよ。ん？離す？ああ、そういうことか。今までも出てきたね。新人大工。では気をつけて頑張っていこう。行くぜ行くぜ、ブランコクレーン。そっか、自分が捕まるだけじゃなくって、あ、自分どこにおるんかわからんかった。何かを捕まえて離す。お？クリボー捕まっ、これでクリボーを移動させるってことか。そういうことやね。で、そこからクリボーを移動させて、私がこの土管に入れるようにするとかっていうことやろ。そういうことでしょ。ほらほらほら。え、でも延々と出てこん、あれ。え、なに？鍵出てきた。あ、そういう感じ。土管に入るわけじゃないんやね。なるほど、そういう感じで使っていくのか。あー、こっちじゃない、こっちに持ってこないで。あー、そう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 、それそれ。痛い痛い痛い。なんなん、あのなんか不気味な不気味な顔のマーク。ちょ待って、こっちに落とさない。痛い。くっそ。よし、コインコイン。違うんだ。はっ、もうちょっと向こうだね。もうちょっとこの辺か。さあ、よし、いいぞ。そして私のすぐ上に落ちてくるのはやめてね。で、この辺か。オッケー、鍵ゲート。さあ、これで次はあっこか。ここや、ここ。あ、ここは、そっか。何回かに分けんといかんのか。さあ、ここで下ろせ。オッケーオッケー。つかめよ、つかめよ。はい、そこ、うぅ。つかめというのに。はい、つかんで、つかんで。はい、オッケー。こっち、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 こっち。はい、そこ。オッケー、いける。なんかすごい同じ作業の繰り返しやけど、いい感じやね。お？
P ボタンや。え、それはどうすればいいんだ。あ、私の方に落としてもらえばいいんだ。で、こうやって。あ、で、今のうちに、はい、こっちに連れてきて。そう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 、そんな感じ。あ、それじゃダメ。それじゃダメだから、はい。はよ。はい、捕まえて。こっち。違う。もうちょっと。この辺か。私がここにいればいいのか。痛い痛い。え、全くわからないんだけど。あ、できた。あー、よかったー。これでいける。もうそろそろゴール。え、待って、ジュニアクラウンがあるんですけど、あれを何、これに乗せる。え、降りてくる降りてくる降りてくる。これに乗せるんじゃない。待って待って待って、ちょっと掴めよ。はい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 。で、多分それに乗せる。え、ほらほら、そう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 。で、乗せてどうすんだ。あー、乗せたらこっちに来てくれるのか、これが。あー、なるほどなるほど、そういうこと。痛い痛い痛い。あ、え、ちょっと待って、上上上上上。やったー、いけた。なるほどね。自分というよりはなんかクレーンとクリボーを動かして進んでいく感じや。難しい難しいよ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれか、もしかして簡単なコースやけんめっちゃ時間が短かったとかかな。時間ギリギリやったよね焦った。